今回僕が気になったベイはこちら、ビーストベヒーモスヘビーホールド。こいつね、なかなか面白いんですよ。このビーストベヒーモス、このね、鋭い5枚刃っていうアタックタイプのレイヤーと、ヘビーディスクっていう、皆さん知ってる通り重いディスク、さらにこのホールドっていう元祖リブートみたいな、後半から加速するというドライバー、これ聞く限り強そうだと思うじゃん。てなわけなんで、今回は僕の持っている全てのゴッドレイヤーシリーズと戦わせたらワンチャン勝てるんじゃないかって思ったので、今回それやっていきたいと思います。おー、すげえ相打ち。あ、ダメだー。サタンにはちょっと相性が悪いと。あーはー、ファーブニル様強い。うおー強い、今のは強い。何が起きた？ダメですね。はい。重さがちげんだよな。なんとも言えねー。